こんにちは、ハイジーです。というわけで本日はコメント欄に0221にゃーこさんからの情報をいただきまして、金沢文庫にあるエスカーラという焼肉屋さんでご飯大盛りを頼んでください映えますとの情報がありまして、もうねはっきり言ってこのエスカーラさんという焼肉屋さんのご飯大盛りの情報はどこのネット探してもね全然出てきません。だからにゃーこさんしか知り得ない情報でございまして、これがどんな生え方するのか気になって仕方がないので、本日は金沢文庫の方までやってまいりました。ネットに出てこないお料理、ワクワクしますよね。そして到着しました。本日の目当てのお店は美味しいお肉とお酒、焼肉エスカーラさんでございます。焼肉屋さんでエスカーラっていう名前、なんかおしゃれで珍しかったりするんですけども、ミックスセットとか豚バラセット、ランチメニューなのかな、タン塩セット、塩物セットですって、そしてロースセット、カルビセット、カラハラミセット、そして和牛カルビセットなんかがあったりしまして、裏側もメニュー、ああカルビうどんセットとか唐揚げ丼、カルビクッパとか冷麺とかあったりしますし、こっちには単品かな、つぼ漬けハラミとか厚切り上タン塩で、タン塩ロース、カルビ、カラカルビ、ハラミ、そしてこういった大皿のセットなんかもあったりします。でさらに和牛カルビとか極上タン塩、和牛特上カルビ、和牛上ロース、厚切り和牛カルビ、つぼ漬け厚切り和牛カルビ、和牛リブロース、でかっ、ちゃんとめちゃめちゃいいお肉が食べられるお店でありながら、こちらのセットがそのいいお肉をリーズナブルにいただけるといったイメージなのでしょうか。早速入ってみましょう。失礼します、ごめんください。失礼します。お願いします。店内ですが、テーブル席各種が仕切られた形でありまして、心地よく焼き肉いただけそうな空間でございます。そしてランチメニューの横にはボリューム満点ランチと書かれておりまして、バーッとメニューがあるんですけども、トッピングでハラミとかカルビとかまた足したりもできるっていうことですね。ちょっとじゃあ私今回はハラミ食べてみたいな。もう見るからに美味しそうだよね。ハラミセットでご飯大盛りってできますか？大盛りで、最近ではね、残した人結構いるから、はい、おかわりにしちゃったあるんだけど、もう最初から大盛りなんですか？ちょっと待ってください、今聞きましたでしょうか。このお店の大盛りがもう大盛りすぎてみんな残しちゃうからおかわり制にしたそうでございまして、今日はそもそもの大盛りをなんとか注文できましたので、それでお願いしました。ちょっとがぜんワクワクしてまいりました。わー、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、すみません、いただきます。透き通ったわかめスープですね。器の底の色がしっかり見える感じでございまして、サラダこんもりの感じでございまして、山なりサラダですね。そしてナムル的なものがありまして、ライス、うん、いいぜ。この森によってこのお店のルールが変更になってしまったくらいの、もりもりライスからのめちゃめちゃ美味しそうなハラミ、僕大好きなんだよなハラミ。そしてランチでこの価格帯で出てくるハラミの感じじゃないでしょっていうくらい、確かにこれキラキラ生えて厚みのあるハラミ、すごいズームで見たくなっちゃうやつ、美味しそうすぎてこのお肉とハイタッチしたくなっちゃうような並べられ方、これは最高。
そしてボリュームいただきます。本当に本心いっちゃいますと、もうねお肉美味しすぎるからベジファーストしたくないんだよな、したくないって気持ち打ち明けちゃいますけども、とりあえずベジファーストのハイジーですから、ベジファーストすべくドレッシングもかけながら、こっちにタレも、ただこのお肉がね常にタレ漬けの感じになってますからどうなんだろうっていうこともありますけれども、じゃあ1枚焼きながらサラダをいただくという形でいかがでしょうか。ちょっとこう来て、うわー、ありがとうありがとう、もう自然になんかしないけどありがとうという言葉が出てきちゃうぐらいの美味しそうな色味、厚み、質感です。はい、ありがとう。もうこれステーキだもんね、もうこれステーキよ。うんうん、うまっ。オリジナルドレッシングの感じなんですけども、ごま油感っていうんですかね、いい感じにくっきり効いてて美味しいドレッシング。そしてはい、来ました。はい、乗せましたと、はい、寝そべりました。優勝です、このハラミは優勝です。うまい。そしてご飯もめちゃくちゃ美味しかった。ピュアなうまさ、 なんだピュアなうまさって、ピュアなうまさってなんかわかんないですけども、ほんとピュア、純粋にお肉と気持ちよく混ざり合ってくれるめっちゃうまライスでございました。今の一口でもうバレちゃったんですけども、やっぱりここのお店夜営業のメニューが多分めちゃくちゃ半端なくいいお肉を提供するお店で、昼はその夜の宣伝的な感じでお店を開けてて、夜にも食べられるすごいお肉をお値打ちでお昼も提供してますよ的なことかと思われまして、半端じゃないランチ力です。ランチ力あります。絶対にお昼くんの超お得だ。あ、つぼ漬け厚切りハラミもすごいね。これなんかもうさ逃げようとしてるところじゃん、カルビが。いやこれはさすがに申し訳なくなってくる美味しいやつです。そうなんだ。で、完食できない方たちによって封印されていたこのご飯、ナイスすぎる。うわー嬉しいな。そしてスープもいただいていきますけれども、はい、あ、うまい。うん、これもくっきりしてますね。くっきりしてるけどもしょっぱすぎない美味しさそこにあります。よいしょ。はい、ちょっと3枚いっぺんに焼いてしまったんですけれども、ちょ半身浴させておきたい。はい、銭湯行ったらねこういう状態で40分くらいお湯に浸かっているおじさんいっぱいいますから、それを思い出す光景になっちゃいましたけども、でこのハラミがね、美味しい、とにかく美味しいんですよ。マジでびっくりするくらい美味しいんですけれども、一切れ一切れが一口サイズになってると思うんですけどもね、もったいないみたいな、いやこんな美味しいんだったらこれの3分の1カットぐらいでご飯かっこみたいってなっちゃうくらい。あれ、これまた寿司じゃない、あ、これ寿司を食う。うーん、ま、いやランチっぽくない、変な褒め方しちゃいましたけども、ランチっぽくない。本当に GU とかに行ってさ服見てる時とかにさ、これすごくいいじゃん、GU っぽくないっていうようなやつ、褒め方。あとはね、今のうちにもう言っておきますけども、今回はまだ焼いていないお肉がね2切れなんですよ。だからライスマネジメントに関してはもうね無理です。だから確かに封印されただけあって、このランチのご飯大盛りしちゃいけないやつでした、まあ、してもいいんだけど、してもいいんだけど、したら大変なことになっちゃうやつでした。厚切り上タン塩って今注文できます。注文できます。あ、じゃあこれお願いします、はい、ちょっとご飯の量がこんだけあるとねこういうループにはまりますので気をつけてください。ラスト2枚のお肉
が残っている時のご飯量じゃないんですけどもね、焼いていきまして、こちらは大使用のレモンです。はい、ありがとうございます。うわー、来ました、美しい、これも美しい、なんじゃこりゃ。で、まあご飯ガンガン行くっていう時にタン頼む人なかなかいないと思うんですけども、僕は行くから。実はこの厚切り上タン塩がですね、僕がだからそもそも注文したハラミランチよりも単品でも高いやつですからね。すごいぞこれ、超いいお肉ってことだよね。そうなってきますと、うわー、ちょっとせっかくですからじっくり表面ズームで見ていきましょう。綺麗だね、おいしょ。はい、さあお帰りなさいということで、タンが帰ってきまして、じゃあその間にね、他のタンたちもじっくり焼いていきましょうかね。言っても厚切りなのでね、焼くのに時間はねそこそこかかりますから、なんかもう贅沢に、わあこんないいやつを4枚一気に、全然違う、全然違う、これまで食べてきたタンと全然違う、明らかに違う、同じタンでも全然違う、あのほうれん草とほうれい線くらい違う、全然違う、もう別物だ、うまうまタン。いやで、口の中でコリュコリュ、柔らかコリュコリュの感じがめちゃくちゃ心地よくて、メジャーリーガーのバッターがずっと口に入れながらバッターボックスだったら超リラックスできてホームランを量産できるような食感でした。めちゃめちゃな、いや柔らかコリコリで、もうすぐ飲み込めちゃいそうなんですけども、でも飲み込まずにこのままでいたいっていうふうに思って、その葛藤が生まれる、葛藤タン、葛藤タンでした。すごいことだと思います。よいしょ、おいしょ、おいしょと、あいと、うんうん、レモンだりもめちゃめちゃやっぱり合う。でやっぱりこのタン自体がね、一噛みした瞬間に抜群の香ばしさが鼻を抜けていくな、最高だ。うん、いや美味しすぎた、ごちそうさまでした。そんでこの上タン塩も超美味しかったんですけど、やっぱり最初に出てきたハラミも体感としてグレードとして遜色ない激うまだったので、本当にすごいお店だと思いました。というわけでエスカーラさんにて食べてまいりましたが、確かに映えておりました。お肉もテカテカピカピカで厚みがあって、ご飯も盛られておりまして、やっぱりランチとして異例の美味しさ、本当にぶっ飛ぶぞ、昼からこれ食べる、ちょっと罪悪感感じちゃうくらいの美味しさがそこにありまして、見た目ももちろん映えるんですけども、食べて喉を通過する時の喉越し映え、ここですら生えてるみたいな極上の焼肉ランチでございました。本当に美味しかったですし、おすすめでございます。リクエストもありがとうございました。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、フェイト37さんからのコメントで、ハイジーさんの顔最近当のなぎこさんに寄せてきてますね。寄せてるように見える、僕がそんなに朝ドラのヒロインっぽいかな、僕が朝ドラのヒロインにいたらどう思う、なんでって思わない、絶対違うじゃん。もしくはロンドンハーツでやりたい放題に暴れ回って、そうかな、そんな風にも見えないでしょ。ニューステリさんからのコメントで、山彦が聞こえてきそうな山で山彦を返すアルバイトを始めてみたら儲かりますか。儲からないと思う、どっからどうお金が出て儲かんのかが全く分かんないから。ニュースリーさんね、一個ちょっと見落としてるところがありまして、やまびこが帰ってきそうな山だとしたら、もう帰ってきちゃうから、ちゃんと本物のやつが、本当のやまびこと、あのニュースリーさんのやまびこが合唱になっちゃうから、ちょっとね変なことになっちゃう。
僕のね娘がまだ0歳とか1歳くらいのクラスにいた時の保育園の時のね一番最初の発表会で、そろそろ娘がねまだ喋れないんですけども、あの娘に対して何度かちゃんって言うとはーいってなんか手挙げてね答えられるくらいの状況になってたんですよ。で発表会を迎えた時にね幕が開いたらもう同じクラスのねまだちっちゃい子がみんなまだ喋れないくらいの子たちが横並びになってまして、先生が端っこにいて、じゃあ今からみんなの名前を呼ぶから答えてねって言って、なんとかちゃんって言ったら全員ではーいって言ってましたね。なんとかちゃん全員ではーいって言ってました。そのはーいがぶつかってましたから、それになっちゃうから。タイガーマスクさんからのコメントで、ハイジーさんこんばんは。去年のこの時期に47歳の自分をハイジーさんの養子にしてもらえないかとコメントをし断られました。あれから約1年が経とうとしています。18日が誕生日なので48歳のサプライズプレゼントとして期待してますね。期待しないで、あの1年経ってもね、僕も1年年取ってますから、当然タイガーマスクさん1個年上なんですよ。なので1個年上の人を子供扱いするのちょっと僕無理かもしんない。やっぱ子供とかと喋っててさ、あのパパの小さい頃はさ、週刊少年ジャンプで珍遊記っていう漫画があってさ、それがすごくバカバカしいながらもなんかアーティスティックでめちゃくちゃ面白かったんだよねみたいなこと言って、そうなんだ知らないみたいなさ話をして、じゃあ今度読ませてあげるよみたいな会話もあってもいいじゃん。珍遊記が正解かどうかわかんないんですけども、そういうのがないでしょ。珍遊記があって、ああ珍遊記面白かったよねとかなるんだもんね。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらデデンデデンデデン、あ、京介さんからのハイジー大喜利劇場という大喜利コーナーが当たりましたので、じゃあ今日もあのその回答の上3つをお伝えするという形でいかがでしょうか。開いてみて、で今回のお題がですね、マイヒ20123からのお題、もうすぐ夏が終わるので夏の思い出にとハイジーさんがやらかしたことは何というお題でございまして、僕が夏の思い出にとやらかしたこと何でしょうか。ちょっと答え見ていきますけれども、奥兄さんから、一人肝試しと言って物陰から知らない人にびっくりさせることをしてた。だからこれさ、一人肝試しってさ、あの驚かす側なの、なんで驚かされる側じゃないんだ。一人肝試しって言って勝手に暗い夜道の中にねずんずん進んでいって、ああ怖いって言ってるんじゃなくて、人にやっちゃうの、これ違くない？なんか京介さんの答えが梅肉事件だからこれ夏の思い出に僕は梅肉を梅肉って呼んで、皆さんからそうツッコミあったわけじゃありません。確かに記憶に刻まれた、もう間違いないようにしようってなった。でもあれ、夏の思い出に一発なんかしようと思ってでかい花火打ち上げるとって言って間違えたわけじゃない。 400X ライダーボンさんの答え、農家の畑でスイカ割りだから捕まる。農家の畑で勝手に自分で目隠しするのかな、でこんな振り回してたら捕まる。でみんな大喜利の答えの精度高い。